ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。読み上げ役の真美蔵じ。本日は2022年度日本郵政の採用大学ランキングの発表です。やはり、総合職以外の職種も含むのじゃ。それでは、開始しましょう。第9位北海道大学、筑波大学、群馬大学、信州大学、大阪大学、九州大学、琉球大学、高崎経済大学、東京都立大学、北九州市立大学、北海道文教大学、獨協大学、清和大学、成城大学、中央大学、帝京平成大学、東海大学、東京未来大学、鶴見大学、仁愛大学、山梨学院大学、愛知東邦大学、名城大学、仏教大学、大手門学院大学、近畿大学、江南女子大学、神戸学院大学、武庫川女子大学、九州産業大学、中村学園大学、福岡大学、第五石場浦工業大学、明治学院大学、早稲田大学、杉山女学園大学、第二東京理科大学、名古屋学院大学、立命館大学、第一位関西大学。ここまでが日本郵政の採用実績上位大学となります。ではでは、次回の動画をお楽しみに。